はい、皆さんはこんばんにちは、バットです。今日は5月11日土曜日、昼の1時前ぐらいですね。今日もキャンプ場をやってきました。キャンプね、1週間空いただけなんですけど、先週やらなかったんで、でもなんか久しぶりのような気がしますね。はい、もう1時なんですけど、ご飯食べてないんで、さっさと設営して飯食いたいと思います。はい、ST のカモフラと グレーのタープ貼りました。まあ木陰なんでね、タープ貼らなくてもいいかなと思ったんですけど、まあ雰囲気で、たまには虫が。はい、じゃあ今日は、ね、気温も多分20度ぐらいはあるのかな。そうだね、20度ぐらいはありそうですけど、涼しくて、はい、過ごしやすいです。じゃあ久しぶりにビールでスタート。すげえな、虫がすごいぞ。そして腹ペコです。今日も朝から何も飲んでないし、何も食べてないんで腹ペコで、今こっちでそうめんでも茹でてこようと思います。では乾杯。しみるね。いやー、いいね。虫がすげえな。そうめん茹でてますけど、何年か前に流行った火を止めてみたいな、その茹で方でやってみようかなと思います。蓋して5分。生姜ね、生姜チューブ使わなくなったっすね。なんかこのすり器、このおろし金を買ってから生姜に関してはチューブ使わなくなったっすね。わさびはね、本わさび買うのもあれなんで、わさびはなかなかですけど、まあまあこれくらいあれば。そうめんできた。さあ食おうか。いただきます。ネギ、海苔、天かす、生姜。うん、うまい。最近家でも夜帰ってくるとね、そうめんとかそばとか食べるようになりましたけど、つるっといけてうまいですよね。いやー、そうめん食ってお腹いっぱいですね。はい、でももう一束ぐらい食いたか。ゴールデンウィークは前半ね、彼女と一泊、久しぶりにキャンプやりました。はい、まあ特に何ということもなく、普通にね、人と久しぶりにキャンプしましたね。はい、いやー、1時間半ぐらいまた寝ちゃってましたね。はい、寝るマットとかシュラフ用意してなかったんで、マット膨らましてシュラフ出して、ちょっと横にあったら1時間半です、ね、もうほんとおじいちゃんの体です。ちょっと日が陰ってきて、もともとあんまり日が当たらなかったですけど、せっかくタープ貼ったんですけどね、薄暗かったんでタープ外しちゃいました。巻き割りました。5時ぐらいかな。まだね、夕飯に早いんで、ちょっと飲みながらまったりしたいと思います。その前にね、トイレ行ってこう。
たまたま貼ったところが前回来た時に、今日2回目の昼賀の高原なんですけど、前回貼ってたのはあそこですね。今日も空いてます。さっきまで行ったんですけど帰られたみたいですね。なんか同じようなところに貼ってしまいましたはい、いつものやつ。冷たい、寒い。あっちゅいって言ってたなウルキャンで。これどこで拾ったやつだっけな。あ、越前の海岸のキャンプ場で拾ってきた。まだいっぱいある。30個ぐらいあるまだ。はい、今日はいろいろと焼くものを持ってきたんで、鶏とか、これはもう出来上がってますよ。各種串焼きを作りたいと思います。今から串打ちをします。家でね、ほんと家にあった材料切ってきたんですけど、切って持ってきたので、それをぶち込む、串にぶち刺していくだけなんですけど、こんなことやるの久しぶりですよね。玉ねぎです。凍ってる。クーラーボックスが冷え冷えで、こんな感じじゃないですかね。ちょっと手洗ってます。何年かぶりにこの焼き鳥を焼く枠みたいなものを引っ張り出してきましたね。はい、ピーマン焼けたっぽいんで、ちょっと醤油を垂らして。つけすぎじゃん。できます。美味しいよね。明宝ハムいきますか。明宝ハムはね、そのまま食った方が好きなんですけどね。はい、この台いらない。この台いらないですよ。とりあえず今のところ必要性を感じない。これ行こう。今ね、映す内容がないんで、ちょっといろんな角度を変えて。明宝ハムです。うまっ。うまい。じゃがいもちょっとかじってみたら、まあまあ食えそうですので、塩乗らないけど流れてっちゃう。ちょっと玉ねぎも塩しとこうか。醤油ちょろっと、ちょろっと。何個か食える方が、うまっ。
焼き鳥タレを入れるとかって焼いてもらいます。どれくらいなんだろう、肉は焼けてんだけど、もっと濃くなりたいですよね。焼き鳥タレできました。です、うまっ。いいね、いいですよ、これは。焼き鳥香ばしくて、はい、焼き鳥食べてちょろちょろ飲んで、ちょうど8時ですね。まあ薪もまだねいっぱいあるんで、のんびり寝ないようにね、飲みながら焚き火したいなと思うんですね。炎と火と野外不足で、本当ね、金曜日の夜仕事終わってから今日キャンプ来るけど、近所の河原行ってね焚き火車中泊しようかと思ったけど、まあ今日もあるし家で飲んでた方が楽ですからでもなあ、焚き火してなあって、車で寝てえなあみたいな、そういう気にはなってましたけどね。外不足ですね。外と、いやー、ボーボーです。気温が10度くらい、寒くなってきた。こんなに寒くなると思うんですけど、ボーボーです。飲むか、やっとね、ハイボールが、缶ハイボールが終わったんで、ウイスキー飲みます。炭酸とかあるんですけど、お湯割り、どうなんだろう、お湯沸かすのがめんどくさいんで、超ストレートで飲みましょうか。見えんか。うん。熱くもなく冷たくもなく、ぬるくてくるね。こんなストレートで飲んでたら、もうますます激甚。今9時20分。頑張って10時までかな。はい。おつまみはない。あ、おつまみあるわ。お菓子がある。いやー。ね、あのね、手ね、なんかね、やっぱりこういうリハビリっていうか、普通に使えてますよ。けどね、やっぱね、意識的にこうやって動かさんと、あったかくても、あったかくなってきても、もう、硬くなっちゃうんですね。こわばる感じ。なんかさ、手だけのさ、手のひらだけのマッサージ屋さんってないのかな、まあ、だけはないかもしれんけどね、手のひらをマッサージしてくれる、伸ばしたらさ、こうやってで、こういうところ揉んでくれたりとか、まあ、リハビリとかはではなくていいんだけど、そういうとこ、焼き跡、これだけです。全部入れます。ボーボーです。これボーボーしたら寝ます。寝ますというか、とりあえずテントこもります。テントの中で飲めるかな。10時だから、6時ぐらいからやってるから、7、8、9、10、4時間くらいやったかな、今日は。炎補充できた。
はい、インナーに入りました。いつもならね、このフライの前室を閉めて、閉めるんですけど、もう今日ね、横も上もサイドも上も巻き上げまくってるんで、もう前室閉めるのめんどくさいね。もうこのままインナーだけね、このインナーの蓋だけしていますけど、まあこんな感じでごちゃごちゃですね。明日の朝寒いなと思って一応ストーブは出してます。ガス管も用意します。これはシュラフと一緒に寝て温めておきます。飲むかってずっと飲んでんだけど、これを一口飲んで、シュラフに入ってズボン脱いで温まって寝たいと思います。前回からシュラフ変えて、一応大きいあの何かもあるんだけど、シュラフ変えてモンベルのシャープさんで買いました。これで服脱いでぬくぬくしてればそんな寒くないんじゃないかなと。いや寒い、ズボン脱いだ方がいいんで寝ます。よいしょ、気持ちいい。一応寒かったら毛布あるのかけようかなと思いますけど、いやもうね、焚き火もしたし程よく飲んだし、寒さもいいね。こんな寒くなると思わなかったけど、逆になんか気持ちいいわ。あのあったかさがいいね。じゃあ寝る。で、おやすみ。おはようございます。いや今ですね、まあ起きてはいたんですけど、ぼーっとしてたら雨が降ってきたんですね。あー雨降ってきたかと思ってしばらく考えてて、あそうだ、前室閉めてなかったんだって言って、今慌てて前室を伸ばしました。そんなに強くないけど割とパラパラしてるんで、多分止むことないかな。雨予報は雨予報だったんですけど、こんなに早く降るとは思わなかったな。ありゃまあそんな濡れてないんでいいんですけど、テーブルぐらいが濡れてただけでね。焚き台は外か、ありゃ雨かと。寒いですね。今日の朝ごはんはなんかね、たっぷりぶどうパンっていうのを買ってきたんで、ちょっとずっしり重いですよね。たっぷりですね、本当にね。力が入ってます。はい、撤収完了です。雨もね、あれ以上強くなることもなく、パラパラした感じで、網が忘れてやる。パラパラした感じで、びちゃびちゃにはならずに撤収できましたね。はい、来週もキャンプですね。ただキャンプ場は予約してないんで、まあ、どっか行こうかなと思っております。ではまた。